まずはじめに何をすればいいの？どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、立川に来ています。今こちらに見えるのが立川にある昭和記念公園なんですけども、今仕事が終わって、ちょっと森を感じて森を感じてっておかしいですね。ちょっと自然を感じるために今ここに来てます。で、今日もミニマリストネタなんですけど、ミニマリストを始めたいとか、これから始めますっていう方からですね、結構よく質問をされることがあります。それはですね、まず何をすればいいのっていうことですね。はい、かなり質問をいただきます。で、それに対してですね、普段僕がどういうふうに答えるのかっていうのをちょっとシェアさせていただきます。まず何からやったらいいっていうふうに聞かれたらですね、断捨離って答えるんですけど、その断捨離のその前にですね、やるべきことが、あるかなというふうに感じてます。っていうのも、その断捨離をすればいいんだよって言ってですね、実際断捨離をする人っていうのはほとんどいなくて、断捨離をすればいいんだよって言った後に、だいたい返ってくる答えがですね、いやでもそんな捨てるものわかんない、そんな簡単に捨てるなんてもったいない、そういった感じでですね、したくない理由をいろいろこう言われるので、じゃあ別にしなきゃいいじゃんっていうのを思うんですけど、やりたくなければ全然やらなくていいんですけど、なので断捨離したくないって方はですね、別にしなきゃいいと、しなくてもいいと思います。はい。で、スムーズに断捨離をする方の特徴はですね、断捨離をして、ミニマリストになってどうなりたいかっていうか、目的が非常にしっかりしている方っていうのは、断捨離をするのもスムーズにやれるかなというふうに思います。じゃあ実際僕の場合どうだったかっていうとですね、僕の場合は結構明確に目的があったように感じます。っていうのも、僕にその断捨離を初めて教えてもらった師匠みたいな方がいるんですけど、その人のその講演会に参加して、で、その人とその当日にですね、 Facebook 上でもう捨てますって、僕も捨てますって約束しますって言って、で、その約束を果たすために断捨離したみたいな、そういうところがあるので、断捨離をする目的は非常に明確でした。で、そのあとですね、断捨離をする際に、ある程度その決まり事っていうのは必要でして、僕が言われたのがですね、20リットルのゴミ袋を20袋捨ててくださいって言われました。はい。なので20リットルのゴミ袋を20袋分買ってきて、それがパンパンになるまで捨てました。はい。なので途中ですね、15袋ぐらいでもう捨てるものないやと思ったんですけど、でも残り5袋空いてるわけなので、よし、じゃあこの5袋埋めてやるみたいな感じでですね、捨てた記憶があります。はい。なので、そんな感じでですね、断捨離を始めますっていう、てかミニマリストになりたいです、断捨離やってみたいですっていう方はですね、この断捨離をする目的と、あと断捨離をする際には20リットルのゴミ袋を20袋分捨て切るということで、ちょっとやってみてください。はい。もしこの動画がですね、参考になりました、ドン引きしましたっていうのでしたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方、していただけるとすごく嬉しいです。はい。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。